ありがとうございます。紹介しますね。ゴンゴの予定でしたが、コンガを借りられることになったので、コンガはバカンスコウスケ、50歳になりました。人生初めてだな。こんばんは。こんばんは。でかいな。こんばんは。ちょっとでいい。ちょっとでいい。一番の豪華だ。ふざけるなとか、おかしいんじゃないか、世の中終わってんじゃないかとか、下げてください。ボリューム下げてください。ムカつくことあると思います。僕はたまたま歌が作れるので歌で作ってますが、皆さんそれぞれの方法でムカつくことあったら逆らっていきましょう。じゃないと、やつらの思うツボになってしまうと思います。これは、僕が、作詞作曲をして、タイトルをバカンスコウスケがつけました。最後に1曲、最後に1曲やります。太郎のレベルソングというタイトルの曲です。来たよ、名曲来たよ。スマホで鳴り出しても虚しいばかりですが、せっかく生まれたんだから、生きて行きましょう。地に落ちた独裁国家をニュータイプの戦争真っ最中ですが、なんとか殺されないよう生物兵器を注射されたあなたを抱きしめてあげる。嘘の病気で隔離されたあなたを慰めてあげる。県境を越えただけで批判されたあなたに笑いかけてあげる。分断されたこの世界に僕の歌よ。命が試されている。実験されて殺された人たちのためにも生きて行きましょう。金よりも軽い命、奴らやりたい放題でわけわかんないから、いっそ好き勝手にやりましょう。幼い子供にも汚れた注射、親も洗脳されて落ちた。メディアは役割を放棄して、権力に進歩と飛び降る。若い二人の恋はマスクに阻まれて、素顔を知った時別れを迎える。首が回らない飲み屋の店主がウイルスより先に首をつらえる。生きて行きましょう。楽しいこといっぱいあったでしょう。どうしても我慢ができないのなら、最後は武器を取りましょう。みんなが俺の武器だぜ。生きて行きましょう。これ以上舐められてたまるか。行動は制限され、優しい人ほど差別を助長する。生きて行きましょう。どうせすぐ夢が来るから、愛し合ったり歌ったり好きなことだけやってやりましょう。
投げ銭制になっております。ぜひ大きいお金を次の投げ銭は神田太郎に入ります。これで家に帰りやすいか帰るのが気まずいか決まると思いますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。水上玲之介に大きな拍手をお願いします。何言ってんだよ。アコースティックリーパーズに大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。